승! 待ちくたびれたよ。久しぶりだね、兄さん。ジン、てめえ。何を怒ってるんだい。せっかく会えたのにさ。てめえ、ふざけんじゃねえぞ。まさか兄さんがラグナザ・ブラッドエッジだったなんてね。兄さんが世界最高額の賞金首だなんて、すごいね。今じゃ誰もが、ラグナザ・ブラッドエッジを狙ってる。てめえには関係ねえだろうが！なんだ、今の違和感は。関係ないことはないだろう。ほら、僕は統制機構の英士だし、統制機構の敵は、僕の敵。なんてね。嘘。そんなこと一度も思ったことないよ。なあ、ずいぶん楽しそうじゃねえか。あれ兄さんは楽しくないの？楽しいわけねえだろ、このバカが。久しぶりに会えたっていうのに冷たいなぁ。ほら、もっと楽しもうよ。あの時みたいにさ。兄さん、どうしたの？邪魔だ。どけ。ひどいなぁ、兄さん。そんなに僕が邪魔なの？二度は言わねえぞ、ジン。そうなんだ。やっぱり兄さんは僕が邪魔なんだ。なら僕たちはやっぱり、そう。じゃあ黒き者は殺すしかないね。The wheel of fate is turning. Rebel, one, action! てめえには聞きたいことが山ほどある。だからとどめは刺さねえ。そこで寝てろ。いっけ。なんだ、クソ、めまいが収まらねえ。如月少佐、大丈夫ですか？少佐、少佐。気を失ってる。それに怪我も。まさかラグナザ・ブラッドエッジが
もうここに。いやー、ちょうどよかったですね。任務完了ということで。ちょうどよかったって、狭間さん。もう少し到着が早ければ、少佐は。少尉さん、まさかそれを本気で？あなたが暴走した如月少佐を止められると？多分二人がかりでも勝てないと思いますよ。それに、その少佐でも勝てなかった何か。おそらくラグナザ・ブラッドエッジがここにいたのならなおさらですね。そんな、でも！僕の任務は、如月少佐の拘束であって、ラグナザ・ブラッドエッジではありませんからね。この状況は非常に好都合と言えるでしょう。どうしました？ノエル・バーミリオン少尉。狭間さん、少佐をお願いします。私は奥に向かったと思われるラグナを追います。私のもう一つの任務はラグナの拘束ですから。あれ、そうなんですか？あ、まあ、任務なら仕方ありませんね。では、よろしくお願いします。事態に気が動転していたから気づかなかったけど、支部に着いてからここに来るまで、誰の姿もなかった。統制機構の支部が無人だなんて聞いたことがない。狭間さんならきっと気づいているはずなのに。なぜ、この状態でラグナを放っておけば、さらに深刻な事態を招くはず。なぜ、なぜあんなことを、あの人。エレベーター？なんでここにこんなものが、下に向かって、動いてるみたい。ラグナ？頑張ってますね、ノエル嬢。まあ、もっと頑張ってもらわないと、俺が困るんだけどね。どんだけ降りるんだよって思ったが、なんとか着いたみてえだな。さすがにここは似たような感じになってるのか。さてと。来たか、黒き者よ。てめえ、何者だ？貴様を滅ぼす者だ、黒き者よ。会えばわかる。わからなくてもわかるはずだ。最悪だぜ。どうした？震えているように見えるぞ、ラグナザ・ブラッドエッジ。貴様は世界最強ではないのか？黒の焦点にして諸悪の元凶、貴様をほふり、そして全てを終わらせる。ち、勝手に終わってろ、このおめえ野郎。ごたくはいらねえからかかってこいよ。我は、白。